はい、こんにちは、アクアプラスです。今回ですね、こちらのスズメバチの巣ですね、取りたいと思います。まあ、とりあえずゴミ袋に入れて縛ります。多分ね、これはね、もう多分入ってないと思いますので、やりたいと思います。スズメバチの巣取ります。とりあえずナイロン、これがね、映ってるかどうかは分かんないけど、まあとりあえずナイロンでこうね、やって取る。はい、こんな感じで取れました。いないかな？いないね。こんな見えるかな？巣。こういう中はね、こう蜂の巣になってるんですね。出てきた。なんかね、サナギっぽいのはいるな。はい、スズメバチの巣取りました。こんな感じでですね、ちょっと小さいですけど取りました。これもうね、孵化したやつがいるのと、白いやつはまだこれからなのかわからないけど、あとちょっとね、見えないかな、ちょっとね、黒っぽいのいるんですよね。これはね、ちょっと動いてないから死んじゃってるかもしれないですけど、こんな感じでですね、この巣の中はですね、こんな感じでこれが入ってました。ということでね、ちょっと小さいスズメバチの巣でしたけど、とりあえずね、ナイロン袋に入れて、駆除っていうのかな。まあ生きてないのでね、駆除とは言わないかもしれないけど、ちょっと取りました。